日田城は兵庫県川西市に行った山頂目付近にあった日本の城。源の三中画像日田城は別名、多田城ともいい旧日田村にあった城。日田城の広い意味では東お塩川、西側から南側にかけて稲川が流れ、東南隅で合流している二つの川に囲まれた地で、源の三中と御家人が集落を作っていた地域を、 神殿城と呼ばれていた。軍事施設としての神殿城は、新田三丁目付近にある丘陵部に築城されたと考えられている。この付近は、御家人中で有力者であった塩川氏が代々守り、本城としていた。しかし、天正年間の塩川国光時代には、山下城が本城と考えられて、新田城は山下城の市場として存在していたと考えられている。 有岡城の戦いでは、多田神社をはじめに行った城や付近一帯も焼き打ちにあっている。荒木村重が当初、織田信長に反抗するための備え城とした、多田城とは、この神殿城の可能性もあるが、川西市によると、この時期、山下城の塩川国光とあるので、山下城の可能性を指摘している。 天正6年10月から12月にかけて、この地域を焼き打ちにした武将は、中村なおかつで、川西市の忠神社以外の寺社としては、万願寺、境根寺なども焼き打ちにあった。明治8年神殿村知事図によると、新田城の中心地として、城山、城山の下、城の下、東堀のあざながあり、 現在の場所でいうと、新田山頂目付近に四角があった。昭和中期までは、新田城の礎石、作兵団、縦堀跡があったと言われているが、現在は宅地化されたダグリーンハイツとなっている。2013年度までに13時の発掘調査が行われており、1998年の第6次調査では、溝や柱穴などの遺構や陶磁器等が出土している。新田城推定地、 国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成新田城への登り口、小高い丘となっている。ありがとうございます。